なんか朝カラスが公園にいたんですけど、これなんか完全に、怪我ですよね。なんか、揉めたんすかね。なんか、鳥のことあんまわかんないですけど、結構いかん方向に足曲がってんじゃないですか。反対側の目はね、なんとなく見ると私、カラスの白目初めて見た。さすがに触ることできないのね。口開いてるってどう考えてて異常ですよね。飲むか？飲まないな。ね。あそこだと人目につくので、涼しいところに移動して、目立たないところでね、ゆっくり捨ててもらいます。もう助からないと思うんで、まあお元気でって感じですね。で、まあまず捨てて触らないようにしてほしいんですけど、万が一野鳥を触るときは絶対素ではやめてくださいね。もうスズメとかハトにしてもそうなんですけど、人に有害な寄生虫だらけなんで、まあバイ菌に限らず寄生虫っすね、虫とかいっぱいついてて、人間に寄生するものもたくさんあるんで、たくさんかわかんないですけど、確実にあって、何かしらの人間にとってよろしくない症状っていうのを絶対起こすので、野鳥を素手で触るのは絶対にやめてください。で、必ず手袋をすること。でもこの手袋は破棄ね。じゃあ行ってらっしゃい。キュウリ。ここで犬連れて日陰で座ってるだけだと本当おじいちゃんみたいだな。パステルはおばあちゃんだもんね。本当にもう今7時半ぐらいですけど、パステル本気で死んじゃうんでね、日向散歩するともう暑いですよね。
今のね、今のこの時期のこの公園のこの場所すごくいい感じなんですよ。あの木漏れ日の感じとか木の配置、この木の伸び具合ね、去年今時期に写真撮ったかな、はい、ただとりあえず野鳥を撮るだけだったら面白そうですね。なんか木の実食ってんなあそこで。ここはい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 、わあうわあこはい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 、あれれれれれれ、はい、ここはい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 、どうもどうもこはい、ここ あやばいやばいあーやばいよ、ここここ、はいはいはい、ここ、あ、そうそう、はい、ここ、あ、そういいねいちいち見ないの、そうでしょ、はい、おい、行こう、はい、行こう、ここ、そう、うん、はい、はーい、ん、そうなの、
え、何どうした。いや別に言っといて。